たニュースケが来ちゃってる。ニュースケくん来ちゃったの？出てった。ニュースケくん。もう、ミュースケ！こんな凶暴なやつや。とよっしゃ。はい。こいつ今めっちゃストレス溜まってますね。はい。やつのアジトへと。ニュースケくん、お姉ちゃんの手を噛みましたね今。と、いやもうちょっとやめて、手はダメだって言ったでしょ。かい、なんか噛まれたとこがかい。と、なに？お姉ちゃんは今怒ってます。ミュースケくんが手を噛むから反省してください。ミュースケくん反省した？もうやめて！頭痛いんだから。反省してよ。手は噛んじゃダメだよ。わかった？わかって？わかってよ。そろそろわかってよ。手は噛んじゃダメだよ。わかった？何今？声が出なくなっちゃったの？わかった？ニュースケくん、わかった？ニュースケくん、わかった？なんで声出ないの？どうしたの？ニュースケくん気になってんだけど、その手は何？その片っぽの手なんで折り曲がってんの？いつもこれ、こっちの手なんで折り曲がってんの？ミュースケくん眠いね。寝なさい。ミュースケくんは寝てる時が一番いいよ。静かだからね。寝な。お姉ちゃんも寝るからね。寝なさい。じゃあミュースケくん、お姉ちゃんは今からお洗濯物干しに行きます。ミュースケくんはここでお利口さんにしててください。じゃあね、ミュースケくん、ついてこない。お利口さんにしててね。あ、してるんだ。お利口さんにしてるらしい。
ゆうすけくんが珍しくお利口さんにして待ってるらしい。じゃあついてこないでね。ついてこないでよ。ピクピクしてる。耳が。なんか耳がピクピクしてるんだけど。ゆうすけくん、こっからついてこないでね。眠りたいらしい。ゆうすけくん、なんか、顎ひげがね、ピッて出てんの、ほら。わかんない。じゃあね、ゆうすけくん。皆さん、お久しぶりです。ブラウンです。よう、ミュウスケ。よう、ミュウスケ。元気にしてたか？ブラウンや。ブラウン先輩や。ミュウスケ？お前、大きくなったな。ちょっと見ないうちに。ブラウンよりも大きくなったんじゃないのか？ブラウンさんより大きくなりましたね。おっしゃー、ミュウスケのやつ、ワイの言うことを。ブラウンさん、ワイなんて言ってましたっけ？ブラウンの言うことを聞かなくなりましたね。ちょっとおとなしくなったな、こいつね。なんかちゃっかり私のお膝の、お膝じゃないけど足の間で、なんかどっか行きましたね。無言で食べています。尻尾、尻尾なんか収納されてますね、いつも。ピヨン。じゃあ、みゆすけくん、ごゆっくり食べてくださいね。お利口さんに食べてますね。食べるときは、食べてるときはお利口さんですね、みゆすけくん。ミュウスケくんが一丁前に顔を洗っていますね、食後の。ミュウスケくんもこんなことができるようになりましたね。顔洗ってます。なんか猫さんってご飯食べた後って顔をこうやってきれいにしますよね。ミュウスケくんも一丁前にそんなことをするようになりました。ミュウスケくん、なんか私の足の上でミュウスケくんがくつろいでます。特に進展はないんですけど、多分この後寝ると思います。眩しいね、ミュウスケくんね。え、多分寝ると思います。なんかミュウスケくんがゴロゴロ言い始めました。ゴロゴロ言い始めたの。ゆうすけくん、この手は何ですか？ずっとくつろいでますね、私の
足の上で。ツンツンツン。ゆうすけ